何のことだ？出張はどうだった？慣れたのか？以前の一人の生活にまた慣れたと。慣れたところでつまらないだろう。これではお前が見えないのだが。さっきは言わせようとしたのに。大勢が行き交う中で私にどうして欲しかったんだ。超過氏は晴天続きで、お前もよく連絡をくれた。元気でやっているのだろうと思っていた。他に何か言いたいことはあるか。本当にそれが目的か。では今から変更しても間に合うか。